皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、痩せるために絶対に使わないといけない後ろ側の筋肉を鍛えていきます。1種目30秒、途中でやめてもいいし全部やってもいいです。簡単なメニューになってますんで、できれば頑張っていきましょう。体の後ろ側っていうのは基本的に弱っていて、筋肉が弱っているところと弱ってないところのバランスが崩れて、二の腕が太くなる、胸が垂れる、お腹が出る、お尻が出る、そういった感じの体型の崩れの原因になってます。今回は後ろ側をしっかりうつ伏せになったままで鍛えられますんで、一緒に頑張っていきましょう。そして一個皆さんにお知らせ、タートルフィットネスオンラインジムを作りました。ということで説明欄に貼ってます、よろしくお願いいたします。それではメニューに入りましょう。スマホは顔の前に置いていきましょう。いきなり力を入れるとつっちゃうので、まずは上体反らしともも上げを別々で行います。脇の下に手をついて体を持ち上げてキープしましょう。いきます、スタート。まずはね、この反るってことが硬いだけでも体の背中が使われてない場合が多いです。肩甲骨が埋もれている人や猫背の人、しっかりね反っていきましょう。お腹をしっかり引っ込めるとね、腹横筋が鍛えられてお腹がへこみます。はい、 OK です。今度は肘ついて片足ずつでいいんで、お尻を使っていきましょう。いきます、スタート。斜め上に上げる感じです。上っていうよりも斜め上です。腰が硬い人とかもね、こうやって動かしてみると片側の腰だけ痛いなっていう人も多いと思います。しっかりね、硬いとね逆に使った方がやわくなったりするんで、動かしましょう。はい、 OK。 今度はうつ伏せから手をコの字にして、半分自分の筋肉で半分手で体を起こします。いきましょう、スタート。起こす力がある人はね、床を押す力はね軽く手で押す感じ。しっかり腰の筋肉をね使いましょう。はい、 OK。 今度は膝曲げてもも裏を上に上げていきましょう。もし全然上がんないよっていう人は寝てからやるとちょっと上げやすいです。いきましょう、スタート。できる人はね肘ついて、肘つくと結構上がんないよっていう人は肘開いて、これでも辛いっていう人は寝たままもも裏を持ち上げます。自分のレベルの肘の位置を使ってください。はい、 OK。 今度は膝を伸ばして手はこの字、足を上げたら上体上げる、交互に動かします。いきましょう、スタート。足上げたら少し手で床を押して、腰の支点に体をね揺らしていきましょう。体の弱ってる部分が鍛えられて姿勢が良くなりますんで、はい、 OK。 一回ね腰を揺らしてリセットしましょう。いきます、スタート。これで一回リセットして、次がラストです。一度筋肉リセットしましょう。体をふにゃふにゃ力抜きましょう。これです、はい、 OK。 次
げえ本ちゃんです。これ本ちゃんしてできなくっても途中で休憩して最後にストレッチしますので、必ずストレッチをしてください。最後は手を前に伸ばします。上体を起こしたら足を上げる、こういう感じ揺れましょう。結構辛いです。頑張ろう。いきます。スタート。足上げたら上体起こし、これが最強にね、体の背面全部鍛えられます。スタイルが良くなれば気になる部位も気にならなくなってきますので、オッケー、よっしゃ。じゃあ最後は、今反るばっかりしたんで最後丸めて終わり。仰向けになってスマホ持ったまま膝抱えてキープ、いきましょう。スタート。反るばっかりするとね、あんまりやらない人は腰痛めちゃうんで、ちゃんと一回丸めてね終わりにするとリセットされます。はい、 OK。 お疲れ様でした。今回の体の弱い部分を全部使いました。やってみてきつかった、ちょうどよかった、そういったのはグッドボタンとコメントで教えてください。説明欄にオンラインサロンのリンク貼ってますんで、そちらもぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。